今日はみんなでおしゃれして三星町にお出かけ。だけどあれ、みんなのお洋服の色が塗られていないよ。みんなのお洋服の色を綺麗なペンで塗り塗りしちゃおう。
みんなのお洋服の塗り絵、出来上がり。みんなとってもおしゃれなお洋服だね。それぞれすっごくよく似合ってるよね。ねえねえ、みんなは私たちが今日着ているお洋服の中で誰のお洋服を着てみたいかな。着てみたいなと思った子の名前をコメント欄に書いて教えてね。今日私が着ているお洋服を着てみたいなと思った人はコメント欄にララって書いてほしいる。蝶々みたいにいっぱいのリボンがとってもキュートなお洋服で、私のお洋服を着てみたいなと思った人はコメント欄にユニって書いて教えてね。カラフルレインボーなお洋服、とっても気に入っているの。チャオ、私のお洋服が一番素敵だなと思ってくれた人はコメント欄にエレナって書いて教えてね。夏らしさ満点、ちょっとおしゃれなお洋服を着てみたよ。どうかな、似合うかな。私のお洋服が一番似合うなと思ってくれた方は
コメント欄にまどかって書いて教えてくださいね。紫色のこのお洋服、とっても気に入っています。そして、私のお洋服がキラヤバって思ってくれた人は、コメント欄に光るって書いて教えてね。キャンディーやハートいっぱいの、とっても元気なお洋服だよ。みんなは夏休み、どこかお出かけするかな？私たちみたいに、どこかお出かけするよっていう人は、グッドボタンを押してくれると嬉しいな。皆さんのコメントとグッド、お待ちしています。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうするとアソブームの楽しい動画が毎日2本も見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからもアソブームよろしくメリ。